斬闇の熊さんが百田直樹先生と有本香織さんに注意される怒られてはないらしい闇の熊さん覚醒井川氏にアホでごめんなさいでも最近の岸田叩きは違和感を感じるイメージ変わったなどの動画で闇の熊さんの変説をご紹介しましたこの頃まではお覚醒したくらいに感じていましたがえ大丈夫とも思うようにやってきましたまずは井川さんとのやり取りに有本香織さんが引用リポストしていきます LGBT 法案をやる前、ガソリン代が過去最高になる前のクマさんは、私より激しく岸田叩きをしていたと記憶しています。どんな心境の変化があったかは分かりませんが、今の岸田政権は将来の日本のためにならないことばかりしていますよ。不快な気持ちさせてしまい申し訳ありません。ははい、いいい以前は有ささんんのの4倍倍くらい岸を叩いていましたしかしたか安倍さんの死後、防衛三文書 広島サミット他で、岸田が別人のように頑張り始め、私の心情は変化しました。きっと、岸田票、自民投票については、有本さんとはずっと平行性になるかもしれません。ちなみに、岸田の国連演説を私は高く評価しています。高いってのは言い過ぎかな。結構うまくまとめたねという感じかな。これからも思うまま発信します。不愉快に感じないことがあるかもです。申し訳ありません。で、で、闇熊が有本さんにいじめられてる、日本保守党っていうのは反論を許さない、日本共産党みたいな、党だな、怖い怖いって言ってる方々、多分いじめられてません。 井川さんも有本さんんもも有普段の反論が強い方々だし僕がエンタメビビりしてるからそう感じるかもだけど普通に思ったことを言ってるだけです。で日本保守党を批判するとき俺を批判のトリガーにしないで正当だから批判を受けて当たり前なんだけど自分の言葉で批判して俺は今でも親便たちが好きなんだよ考え方が違っても好きなんだよ不愉快な思いはしてません不可解ですけど熊さんが朝八を見てくれていることに感謝していますし関係は変わらないと思っています。 ただ、保守党は反論を許さない、日本共産党みたいな党なんて批判あります熊さんは我が党の党員でもないのに、その批判自体がバタ外れすぎますよね、笑い。とのことです。闇の熊さんは、その時の考えで以前、岸田総理を叩いていたのかと思いますが、岸田は頑張ってるとまで言われると、それに影響された方は戸惑いそうです。有有本本ささんんが質問ししたくなる気持ちも理解できますそして有本さんの言う通り 保守党は反論を許さない日本共産党みたいな党という言葉は見たことがない気がしますそれを質問している方もいましたくまさんやみくまが有本さんにじめられている日本保守党ってのは反論を許さない日本共産党みたいな党だな怖い怖いって言ってる方々って誰が言ってるんですか私の調べたところ少なくともこの数日間はそのような批判は見受けられませんよろしければソースの掲示をお願いしますとのことです 返答がないことから、クマさんの過剰表現なのかもしれません。このあたりはやりすぎると、保守党のネガけ案ンになる気がします。ははい。なんというか、岸田の無理して頑張ってる姿に、私はこう、シンパシー的なものを。とのことです。井川さんの質問に、論ではなく、感情で答えておられます。相当にお困りのご様子です。さらに、小坪氏と稲田智美議員とのタイアップ動画を上げます。特大ネタいきます。LGBT の悪魔、稲田智美の動画が俺に来た。全公開します。 ブロックを解除してくださった稲田と美様へ、この度は外国人優遇制度、年金脱退、一時金の大改革に全身全霊を尽くす私がやると宣言してくださり、本当にありがとうございました。心から感謝いたします。私はあなたのことが大嫌いでした。憎んでさえいました。あなたが推進した LGBT 法案は結果的にネット保守をめちゃくちゃにしました。今や、互いが互いを牽制し合い、僕の大好きなあの方は自民党をぶっ潰すと新党の立ち上げを覚悟されました。ご自分の幸せな老後を棒に振ってまで、 あの方をそこまで追い込んだ。lgbt 法案を推進した。稲田さんが憎くて、憎くて仕方ありませんでした。今のネット保守の混乱はすべて、L。 LGBT 法案への思いが根幹にあると私は考えています。それほどにあの頃僕たちは必死になって、それぞれがそれぞれの思いを持って必死に抵抗していました。だからこそ今のすれ違いが生まれたと思っています。多少勉強した今ならわかります。あなたはあなたの正義があって押し通していたことを理解できます。でも理解したところできっともうみんなでワイワイやっていたあの頃には戻れないんだなと思います。そしてバラバラになりつつある僕たちのそれでも共通の認識は稲田憎しです。 それは稲田さんもご理解されていると思います。それでも今回、そのネット保守が集う中で話題になっている外国人年金脱退一時金の改革は私がやる。炎上してもいい、叩かれてもいい。これは今改革しないと大変なことになると決心してくださったこと、本当に心から感謝いたします。 多分どれほど言葉を尽くしてもきっと稲田さんは大炎上するでしょう。それはご理解されているでしょう。一緒に炎上いたしましょう。私と小坪信也のお願いを全力で引き受けるとおっしゃってくださったあなたにできる最低限のお礼です。私は外国人年金だった一時金を絶対に改革すると宣言してくださった稲田朋美先生を支持します。 はい中二病文章終了もう何言っても炎上するよね稲田智美を全力支持だぜでもねもっと超炎上するのを分かってて俺たちが騒いでる税金の無駄遣いを絶対に改革するからって突っ込んできてくれたあのおばはんを無視なんぞできんわなもういい寝る考えまくって疲れたというわけでどう理解していいかわからず困惑しながらお話しする俺と稲田智美先生の宣言の動画どうぞとのことです あ訴えられるあの LGBT 稲田智美の動画が俺宛てに来た全部公開する緊急事態あの稲田智美が日本最大派閥清和会の稲田智美が外国人優遇制度生活保護年金脱退一時金という動画を出されておられます動画の内容は以前は稲田議員をボロクソに言っていたけど小坪市議が稲田議員を焚けつけて保守が喜びそうな外国人年金脱退一時金に取り組む と言ったから俺闇の熊さんは是非で応援するという内容でした43分の動画中38分の途中くらいから小坪氏と稲田議員から送られてきたという動画を流していましたこれを自民党政治系ユーチューバーを名乗る広熊氏が引用リポストします これを見て、稲田智美氏を評価できない人は、ぜぜひひで判断できず、感情が勝っていて、煽られている状態、もしくは煽っている側でしょう。もちろんプロなのに、評価できない人は煽り側になります。このリトマス試験紙で立ち位置がわかります。とのことです。外国人年金、脱退一時金は頑張ってほしいと思います。そして私は自民支持です。自民支持ですが、個人的な妄想想像不足ですが、やらせ感を感じました。外国人年金で、 脱退一時金とというう政策にに取り組むののは国益に資すると思うので応援したいですただ闇の熊さんの動画のつ作りやポストは人工的なものを感じました自然体を感じないという感じがしました骨坪市から稲田議員とのタイアップ5分動画が送られてくる闇熊チャンネルで流す今まで半一 稲田で煽ってきたからその動画を見る下地を作るのに38分を要したという動画の作りに見えましたさらに他のポスト援護があったりと流れが和也の乱と似たような雰囲気を感じましたあの時は台本だったと後に百田直樹先生が語っておられます YouTube の一人語りはいてもトークの素人だったのでねそれに某議員の熱狂的ファンから守ってやらないといけないと思っていたから彼のボロとか失言が出ないように気を使いました あのの日は珍ししくわわざわざ台本を作って臨みましたとのことこです読の熊さんの発言や動画が岸田総理や稲田議員を応援するというよりポジショントークだったというか自民党の案件動画のように見えてしまいました「会見君主党さんの中立性が失われたら残念だなぁ」という動画を出したこともありますが個人 YouTuber さんがポジション並行により言論の自由を失うのは寂しい的な心配を会見さんに対して思ったことがあります。 闇の熊さんは自民党一本足打法で行くなら、広熊さんのように宣言された方が楽になるような気がしました。健康さんは熊さんが覚醒したとおっしゃっていましたが、リアルに洗脳されている過程を見ているようで、私はちょっと怖く感じます。こういったリプライもいただきましたが、やりすぎ感を感じたというのが正直な感想でした。 くんは闇のくまさんを叩きたいのか応援したいのかどっちかな <laughs> また一つおり口さんになったなチャンネル登録お願いします 明日から本気出すから大丈夫。